はい、こんばんは、うどんです。今日も信長寝坊新生 PK 佐竹義重戦続けていきますか。さて、前回は北関東近辺で、戦いまくった結果、なんと北条が従属したところですね。北条が従属したで、成田 と、佐野も従属している。で、上杉とは停戦中、上杉との停戦20ヶ月。そしていよいよ関東に入った武田との戦いが近いですね。で、まあ武田はちょっと今徳川に忙しそうですけど、で、あと里見で、そろそろ吸収するために高原持ちが欲しいんですけど、全勢力武将、困ったことに高原持ちが全然いないんですよね、近くに。高原、まあ芦名のところの田村、あとやたら最上に多い北条、織田、武田、姉が小路、上杉、鮮や、桜、三好、なんだな、吸収しようとすると蜂須賀ってまだダメ、蜂須賀ってまだ独立なんだ。二本松吉国、そう、意外に少なくて、まあ田村かな。まあでも、84歳、まあでも、まあ田村しかないかなみたいな。足だけとは、で同盟残り6ヶ月だから、同盟6ヶ月切れたら足を滅ぼすことも考えないといけないかもですね、これ。そんな感じっすよ。84歳、何歳も、どこまで生きるんでしょうね。上杉対武田が始まっている。よろしいですか。そう、北条に高原いるしね。まあしょうがないですね。まあしょうがない。上杉がめっちゃ動いてんな。やりました、貴殿にお使いします。そうですね、北条の外交敵視ですね。従属だけど従属敵視で、引っ越しも考えなきゃいかんかな、宇都宮への。今ちょっと、里見、ちなみに高原持ちいないんですよ。別に里見高原持ちなしなんだよな。まあちょっとね、場所的にはね、場所的にはね倒したい場所なんですけどね。場所的にはむしろこれ優先して倒しに行くべき場所ですね。行くか、里見。ただ高原持ちが増えるわけじゃないから、里見滅ぼしても、まあどこかで人脈とかで、どこかで、僕そもそも人脈もあったっけ。人脈もないんだよね、うち人脈もないからな。人脈あればね、ワンチャン高原持ち拾ってこないかなと思うんですけど、ここ別に人脈ない。いやいや、援国投与できないっすね。まあ玉縄は一応守るつもり。まあ上杉が、上杉がね、武田に流れ込んでるから、まあ大丈夫でしょう。まあ里見滅ぼすか。場所的には絶対滅ぼすべき場所なんで、里見を滅ぼそうで、自分はそろそろ宇都宮あたりに引っ越して内政を変えたいな。15,000円、15,000円、ちょっとお高い、お高いな。上杉武田、多分これ上杉勝つんちゃうかな。武田ほら織田と戦ってるからさ、織田と戦ってる状況で上杉、この上杉と開戦してるから、兵力的には上杉8万、武田4万。あ、本当は同盟してるわ。じゃあこれ徳川が、徳川ボコられてる。あ、そうでもないのか、寸法落としてるもんな。まあ武田、多分これ、多分数ヶ月後に痩せた悲しい姿になってるような気がする。これ上杉と、上杉に、僕、いや、上杉徳川相手にして、まあ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 、まあ、じゃあ里見行くから、初手は満喜城かな。少しよろしく。
初手満期城でいきましょう。高原餅をどうにかしたいからね。初手満期城、そんな国衆いらないよ。命を賜りたく。国衆は休んでて九州に備えて。命を賜りたく。者ども帰るぞ。ケチはまだか。陣取り消し。はは。陣取り消し。遅れずついてまいれ。さあめっちゃ、ああ先にこれシーズでイフだな。シーズでイフ弱やって。城を落としてこようぞ。イフ中ではないんですけど、まあ弱で。弱して。城を落としてこようぞ。お、名所だ。おお、鹿島神宮レベル2だ。引っ越し費用が飛びますけど。引っ越し費用飛ぶけど、まあここはありでしょう。心得ました。足利の、いや、神殿さすがにキャンセル、さすがにリセットでしょう。さすがにリセットだと思うよ。一回滅んだら。ちょっとね、足利の神殿ね、100にしときたい気、一回ね、勲功もらえた、役職もらいたかったんですけど、多分歴史イベントで、あと、来月ですね。石山御坊になだれ込んでる。おそらく来月滅ぶんで、なんで満期、なんで満期城の方に行った？いかに動くべきか。城を落としてこようぞ。そう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 。あれ？そっちちゃうよ。ノーベン。菅野屋さん、息子菅野屋も優秀ですね。混乱。よろしいですか。ちょそっちちゃうよ。城を落としてくれよ。こっちだよ。あ、来た。バラバラやん。さあ行くぞ。あ、でも出てきたか。腕が鳴るわ。あれ違う。出てきてる。よしよし、8の4。まあでも菅根さん、おじいちゃんが混乱で真ん中が攪乱で息子は混乱で、で全員能力値まあ60前後ぐらいあるから、まあ総じて優秀ですね。なんかああいう地味な優秀さ大好き。さて、まあ威風弱もらって、この戦法にて勝敗を決めてやりましょう。ご指示。これ軒打ちで終わりかね。フェニックスと親愛ないのがあれですよね。ああそうそう、昨日発表ありましたけど、12月にマップ追加みたいですね。で11月は武将ランダムか。敵退路を閉ざしてくれ。この戦法にて勝敗を決めてやりましょう。武将ランダムもね、実はねすげえ楽しみなんですよね。我が戦法にて崩れるがいい。僕は国替えあんまりプレイしたいんですけど、武将シャッフルは逆にやりてえなっていう。昔ですね、三国志インターネットとか信長の野望インターネットっていうゲームがあって、それオンライン対戦するマルチプレイの信長の野望と三国志なんですけど、それね、武将シャッフルだったんですよ。また君主は変わらないんですけど。それは誠か。よしよし、
りました。それ結構楽しかった記憶があるんで、今回、あ、今回考えるぞみたいな。そうそう、ひょうえい様も新グラフィックと新特性っていうね、僕あの人気順にね、ちょっとね、若干ちょっと引っかかるものあるんですけど、何なの5位のあの創造武田勝頼って、武田勝頼だったらあの大使でしょって思うんですけど、創造の武田勝頼ってそんないいグラフィックだったっけっていう記憶、なんかあんま記憶ないんですよね。なんかあの、想像の武田勝頼かっていう、そう言うと思った。いやーちょっと、あの、ね、かなり地味な顔してる。ちょ、一回帰るか。いかに動くべきか。想像勝頼ね、ちょっと暗いキャラクター性してる感じがするんですよね。そう、新鮮な武田勝頼より地味にした感じといえばいいか。これはあのどっちかっていうと創造系かな、大使よりも。あ、しあ、そうですね、信玄死にましたね、勝頼だわこれ。さて問題は上司がいないってことなんだけど、そう、はあとね、覇王殿の動説ね。僕それだったら小勢力のさ、小勢力とか覇王殿の六角状態とかすごい良かったと思うんだけどな。菅野屋さん、片付けない。菅野屋さんに、菅野屋一族がないな。過去先にね、編集では見られないかな。ただあのありがたき幸せ、あれで見られるはず、コレクションで。ちょっと待ってろ、もう見るから、そう見れるんだ。ちょっと見る、もう話すついでに見ましょう。あ、もうあと一度に新150。確か鑑賞の新生、まあ1位のね、二階堂はもう言うまでもないんですけど、一応見とくとして、二階堂森吉、これな、蒼天。これ一応蒼天のかな、覇王殿からの流れではありますね。徐々に驚いて最後にスンとした。なんでこう急に冷静になってんの、これ確信で。まあ二階堂でいうとね、実はあのパパとかも相当なんですけどね。で確か覇王殿の立花同説って話でしたよね。2位が立花、3位4位ないんです、何でしたっけ。分からん。ああそう、鹿之助の天道ね。そう鹿之助の天道と、あと山中鹿之助ね。ちょっと投票結果なんで、まあ文句にもあれなんですけど、もうちょっと楽しいのあったでしょうと思うんだけどな。いや、山中鹿之助、ああ天道の鹿之助イケメンですね。いや、持ってるけどさ、トレジャーブック、皆さんに見せられないじゃないですか。あ、群雄伝奮録のこれいいな。群雄風いいな。で、武田勝頼。これ、なんか地味だなと思うんだけどな。別段特に何も言うことはないですけど、僕想像勝よりに、そんな感じっすよ。まあ、
まあ僕は大使の方が好きかな、カズよりだったら。そう、兜が黒い、そう、兜が黒くて表情が暗くてなんかこうパッとしないんだよねっていう。まあその暗さが勝ち寄りって言われれば、まあその通りではあるんですけど。さて、シーズンとしたら次は万騎城甲状戦だな。万騎城甲状戦、うん、そうね。あで、僕そう、あの高原のためにアシナを滅ぼそうと思うんですけど、残り11日、でもさすがにちょっと半年ぐらい延長した方がいいかな、これ里見を滅ぼすんであれば。あ、半年延長なんかねえわ。まあ延長しとくかな。僕が一番近い高原持ちがアシナなんで、84歳な、もう85歳か。まあちょっと里見やっちゃいましょう。米ねえな。あーでも引っ越し費用なんだよな、これ。引っ越し費用、いやーでも2打作られてもな。必ず山通します。いや満期城だと多分立山が飛ぶかなぐらいですかね。これクルリーはあの本拠地なんで。あ、東洋だ。考えがございます。どうぞお任せ。そうですね、牢城、あ、牢城取れたら、じゃあこれクルリ直撃ですね。クルリ直撃でいきましょう。ね、牢城消えちゃったね。どういう意図か、どういう意図かわかんないですけど。ああ断れた。で、これで精度3。ついに精度3。海上輸送も欲しいですね。家宝買わない。論考はあんまり溜まってない。三落祭の戦闘が溜まってるぐらいか。いきます。あとは誰が来た。高いやつ。お使いしよう。さあさあ、引っ越し用なんですけど、今から出撃するからやっぱいいや。ちょっと何かに使っちゃおう。米問屋に使おう。なんやねんその2だわ。待った、これ組み頭にしよう。成し遂げてみせまする。佐竹殿、そうですね、あの佐竹殿は取った方がいいですね。せっかく佐竹プレイですから、ちょっとあの少しは機能するんで。よし、今日の申請0時までですね。0時前ぐらいまでですね、大体。よし、じゃあ行くか。あ、国衆取り込み、あ、来たな、真壁。真壁来た。真壁めっちゃ嬉しい。じゃあこれが終わったら真壁苦心いたす。まあこの2つはね、あえてこのこうしてるんですよ。金収入欲しくて。あ、そっか、シーズか。シーズは米丼を作れない。労力1使ってるからか。玉縄考え連兵米丼、そうそれでいい。そうそういうのでいいのよ。考え連兵2だ。米がね、とにかくないですね。84。
この2つは収入が安定したらちょっと商人町一つ潰して米丼に変えてもいいかもですね。そう、まさかのね、フェニックスの内政判断が良かった。よし、じゃあ行くか、行きましょう。目標はクルリ。目標クルリ。これ国衆キャンセルするのがちょっとめんどくさい。あ、国衆今回出てないな。甲状腺を行ったのは上辺の3倍から5倍の兵力が必要。こたびは厳しい。あれ、そうなの。あー、耐久力がねやばすぎるね。手里見義高が死ぬ。里見義高死ぬのか。これ義高が死んだら大使、あの君主が義弘になって上流古書が外れるんですよ。前置きはいらぬ。従属化しない。元年。何や。あ、長篠か。後北の大名。あ、違う、長政か。浅井長政の分は。長政の分が尽きた。長政統一。まあでも半年だったら待つかな。半年だったら待った方がいいような気がする。さすがに僕あの14,400はちょっとしんどいな。14,400、うん、正論正論。ちょっと、いやちょっとやめてたらいいかな、さすがに。三方向、うん。ああ、でも足の、僕今ね足の延長しちゃったから、まあまあまあ半年なんです、半年ならすぐですよ。逆にあの内省する時間と考えれば。よしよし、精度3取った、精度3取ったことで上司、これは約束してるやつ。あれ、あ、もう5年過ぎたのか。お疲れ。承知いたしかねる。太田正景も全然上司やってほしい。岩村に、いや岩月に、お、太田正景が。感謝いたす。太田正景現る。有機城の佐竹、古賀の佐竹、宇都宮の宇都宮。よいしょ。烏山の那須。烏山は一応チーム那須なんですけど、うん、こっちの方が優秀なんですけど、まだ足軽大将。ちなみに他にはタコさん、タコさんがね侍大将、大関も侍大将、タコさん大関侍大将なんでね、上州にしたいですね、これ、この辺り。特にタコさん、まあ、カラス山タコさんに変えるか。カラス山タコさんに、あーめっちゃ、もうでもめっちゃ弱くなるっつってもな、弱くなるっつってもな。いやでもまあ内政、まあ今内政中だしな。ナス、まあ大関さんにするか。大関さん生命でもありますね。ナス下に、生命も変えていい感じ。まあでも里見義里も、安全な国に置けばめちゃくちゃ便利だと思うんですよ。だって政務80あるもん。政務80あって過労だから相当便利なんですよね、実は。前線に、前線に微妙というだけで。フェニックスはフェニックスでいっか。シーズンのすげの特にいない。岩上宮城、感謝いたすぞ。
この辺り、この辺りに後で書いてやりたいですね。そうね、暴走取れた時に内政上司とかね、とてもいいですね。で、僕、あれ、今なんでキャンセルしたんだっけ。あ、そっか、半年しますから。やりましたぞ。で、ついでに、真壁来た。そう、内政にやろうと思ったら意外にできなかったりしますからね。この佐竹、内政十分なんで、もう外します。わかり申した。真壁。鬼真壁。オンに切るぜ。承知できるぞ。よしよし。ありがとうございます。いやー真壁、まあ、あの先方が早掛けなのが非常にあれなんですけど、鬼真壁、自分より、敵兵力が多いと攻撃上昇、剣豪心もありますしね。グラフィックはこれ、あの波動バージョンですね、僕で。これ佐竹固有を取る、まあ一応あの攻撃力プラス4にはなるんで、いや舞台能力プラス4にはなるんで、あとは海上輸送を。わかりました。強襲、まあ、せめてね強襲だったらよかったんですけど、吸収だったらよかったんですけどね。わかりました。まさか吸収が求められる時が来るとはなっていう。コニダ、いやここコニダも本当は欲しい。承知いたした。よしよし。あー、開幕コウポイントに走らせるね。そう、下手な棒、下手な刀より棒で殴り潰す。まあ確かにね、槍とかね、刀とかよりもね、鉄の棒の方が強そうな気がするわ。モテ、まあ、そう、モテるならなの話なんですけど。わかりました。まあ確かに潰してしまえばいいじゃんっていうね。まず2打かよ。なんでその3つでよりにもよってまず2打なんだよ。ご加盟とあらば。まあそれなら、むやーえそれで考え外して2打入れるんだ今度は。上州旗頭とはこの佐竹のこと。月丸奥義でいいのかな、が旗のもとに皆集うがよい。まあ味方勢力がいますからね、吸収できないのは。まあそうですね、武蔵とかもね、木刀で殴り殺したわけですからね。おいやー、開発が進んできたおかげで。心得ました。いや、やっぱりこう、こういうね、内政時間も大事ですよ。軍がぐんぐん埋まるわ。開発も進む。で、そうだ、本当は引っ越そうと思ってたんだ、僕。引っ越そう。ちょっと、宇都宮に引っ越しますぞ。金収入下がっちゃうけど。小田城がこれエース格に開けたいですね。小田城せっかく育ったとこなんで。うちのエース太田三楽、佐竹牛久、タコさん、太田正影、真壁、菅野屋さんがやってく。いや待て、そんなエースかって言われると、うち馬術持ちね、一人だけかな。カーペ、まあ8000 真壁は今ね、真壁もね同じぐらいの人に入ってるから、まあ菅野屋さんでいっか。妖怪の喜びぞ。いやいや、もう菅野屋さんも小田城由来の人なんで。で、確か小田城は馬術、もう馬術あったっけ、
ある牧場を作って、牧場を作ってほしいな。牧場を作って馬術1入れれば、これ菅野焼き馬隊に馬術、唯一の馬術感謝いたす。こう、あーでもこれ統率もともと80であればね、この時点で5なんですけど、ヘルク8000はちょっと崩したくないんで、小児町を崩そう。これで厩舎を作って、やり抜いてみせまする。よしよし、不死鳥騎士団ですよ。団長がいませんけど、あ、このすげえのも、このすげえのもパワーアップ、パワーアップ、パワーアップ感謝いたす。パワーアップ、パワーアップ、そうですね、パパは馬術持ってましたね、そういえば。まあそこなんとかなり優遇されてんなっていう、やっぱりパパが馬術持ってるとか。特に入れるのがいないな。感謝いたす。強烈至極に存ずる。あとは確か宇都宮あたりも馬術なかった、あの牧場あったような気がするな。そうだね、宇都宮にも牧場あるんですよね。あー、そろそろクルリですね。この一撃で里見がほぼ終わる。アスナとの同盟2ヶ月、じゃあちょうどいいですね。ちょうどいいや、停戦終わる頃にアスナの開戦ですね。宇都宮ね、あれちょっと進軍じゃ、行くぞ。今ひとたびだ。さあ、里見義隆が死んだ。佐野も死んだ。ケチはまだか。進むぞ。野郎ども遅れるな。特に守ってきてない。え、これ決起か。あー、顔真っ赤だ。戦とも婦人を始め。顔真っ赤で飛び出してきた。こうね、こっちで外せって話ね。皆の者、あ、しまった。騎乗するぞ。操作が慣れてないもんで、もう一回もう一回。みんな騎乗するぞ。組衆外して。皆の者、騎乗するぞ。遅れずついてまいる。よろしいですか。アシナとの同盟、あ、逃げていった。まず野戦1回ですね。ご命令を下され。よろしいですか。あ、そうか、上杉との停戦も切れるのか。上杉はまた一撃して講和しないと、うちのこの衛星国家を滅ぼされてしまう。はい、白攻めですか。ここ取り付ける。心得まして。よろしいですか。あのね、上杉はね、なんか嫌われてるんですよね、ずっと。あ、あれそうでもない、普通になってる、なんで。あ、でも武田は馬が合わないか。
武田が岬攻めてんのか。これなんかね、若干嫌な予感がするのは、僕がクルリ落とすじゃん、クルリで風が吹くじゃん、最後に岬が残って武田が美味しくいただくとかさ、なんかそんな気がちょっとするんですよね。これカツより1万2000ね、そんな気がするよね。これで勝利がまだここだから先に張り付くか、先に張り付くんだとちょっと U ターンですね一部。ご命令とあらば。いやークルリの威風だったらね、満期は絶対飛ぶと思うんだ。立山も下手すると飛ぶと、まあ立山満期飛ぶと想定しておいた方がいいと思う。じゃあこの辺りの軍勢を命令をくれ。こう、ふん、城攻めですか。まあ、これだったら勝頼より先に着く、いや着かない気がするなこれ。兵力分散しちゃったから、こちらに城を奪えば有利になる。兵力分散しちゃったな。まあうちはうちで、はい、城を奪ってみせます。はい、城を攻めます。早いな。岬落ちるの待った方がいいかなこれは。多分あの勝頼の方が絶対先に着いちゃうんで、うん、投与しなきゃ投与しなきゃ。城攻めですか。お任せください。野戦となる。あっとっとっと、あいいや。敵兵我が手にてついえたり。岬の勝頼に落としてもらいましょう。戦ぞ、陣を整えよ。な、んだ、7段 7? あー、じゃあこれクルリジョンの戦いになってんじゃん。危ない危ない。まあほ、じゃあこれ放置な。敵を打ち破ったぞ。こちらに。よし、ふん、城攻めですか。上杉の停戦期日、そう、勝頼早く落とすなら落としてくれ。これへ、いやーでもこれ真田寝返りそう勝頼に。ちなみに今威風いくつだったっけ。威風中ですね。落とすなら早く落として、ハハハハ、利休利休。でも人脈人脈、待望の人脈ですよ。残り短き命を賭して働きます。待望の人脈で上杉動いた。待望の人脈かつ混乱持ちなんで、里見八剣士ね、強すぎるんですよあれが言うと。事業確約大市、あでも僕大市もまあいいや。大市、まあ、取れたらあげるよ。取れたらあれな、取れたらな。168、218。ちなみに10年でも、あ、じゃあ、まあいいや。1000ボーナスもらいましょう。感謝いたすぞ。そうですね、取れなかった場合出てきますね。でもまあ別にいいや別にいいや、あいつこいつめ、こいつなんか維持めんどくさいし。よろしいですか。ちょい、まずい、ちょっとあの
勝頼の剣で余計な時間食った。これまずいな。まずい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 。アシナ切る気満々だったから進展しなかった。まずいまずい。上杉武田の方に行ったっぽい感じがしますね。違う、まだ動いてないのか。これでよし、これならいいや。里見義弘、陣太鼓、陣太鼓、軍楽隊、陣太鼓、太鼓大好きだね。こっちが正楼2つなんですよね。こっちがね、非常によろしくない、よろしくない。試される時ぞ。我こそはと思う者は続け。敵を蹴散らすぞ。こちらに目を賜り、うん、こっちもくるり城でかいですね。まあ右は場合によってはこれね、レベル、ここはもう壊せないかもしれないですね。命令をくれ。こんな感じ。ご命令とあらば。こちらに太田さんが来る。敵を打ち払います。いやー、クルリでかいですね。まあ、今回カシム神宮効果もあって、初期式は十分なんで、まあまあゆっくり行きましょう。今こそ我が戦法により勝機を見出す時。我が戦法の切れ味、その身で確かめよ。よしよし。どこまで最速。レベル2になってる。我が戦法を見るがよい。おお。あれ？ああ、いや、来たか。はい。今こそ我が戦法により勝機を見出す時。頂上です。やってると壊した。耐久値が高いからね、設備耐久力も高いんでしょうね。設備耐、あ、てか設備耐久力が高くて、なかなか敵兵、我が手にてついえたり。こっちまだ壊さないの。ご指示、鉄砲隊、仮に続け。こっちがやっぱ苦労してますね。正論ね、耐久力高いですからね。この戦闘を見て勝敗を決めてやりましょう。あ、ちょっとこちらに士気を回復してから行こう。うの古いところは今。今日はこんな感じで。やりました。さて、我が策にて仕上げと参りましょう。逃げてったところを後ろから追撃で倒す、はい。佐竹牛久ちょっと休憩。こっちまだ終わんない。やばい、こっちダメだ。こちらに。これ殴ってる。ってか殴ってればよかったから、ここ無駄にダメージかかってるし。敵に盾を当てます。ああ、なんか食らったのに。いかがしました。あー、レベル3か。もうダメだこれ、終わった。こっちことこっち撤退です。レベル3も突破できない。
いや、施設に撃退されたな。あっちにね、部隊いらんかったっすね。我が策にて仕上げと参りましょう。我が戦闘の切れ味、その身で確かめよ。敵に痛手を与えます。フォロワーよ、軍略というものを見せてくれ。あー、レベル3になったらもはや手出しできないですね。皆も力を振るうのだ。敷地ね、余裕があったから無理に3ルートにする必要なかったな。ご命令とあらば。お指図。はい、どうかご命令。あー、本当は真壁が置いてかれてるわ。真壁、もうよりによって主力が置いてかれてるわ。頂上です。我が優勢です。動くぞ。指揮の回復もあって、ただここあれですね、あの山門が城門が被ってないですね。我が戦法にて崩れるがいい。縄文の被りがないのは幸いかな。よし、行きましょう。どうかご命令を。兵らよ、もう進めるぞ。やろうどもやる。これ開始じゃ。セロレベル5。この戦法にて勝敗を決めてやりましょう。あ、そういえば不死鳥騎士団、不死鳥騎士団、あれ僕菅野屋さん連れてきてたっけ。菅野屋さんが、菅野屋さんが見当たらんな。我が戦闘の切れ味、その身で確かめよ。あ、うっそ、ありえぬ。吹っ飛んだね。何？負ける。嘘、太田さんなんか飛んだの？我が策あらば負ける。皆も力を振るうのだ。我が前に立ち腐る者。この攻撃で負けるんだ。うわぁ、マジか。あの大会、8000とかいたんだけど、マジか。もうダメだ。お指図。ありえません。うわぁ、こんなダメージでかいんだ。まだ戦闘の切れ味、その身で確かめよ。相当レベル高いのかね。だけ知れ。いやー、上引きレベルだった。上引きレベルクソ高かったかな、これ。ほぼほぼこれ門で消滅しちゃった。勝敗を決めてやりましょう。さて、我が策にて仕上げと参りました。びっくりした。レベル来たんだろうね。そんなことが。いやいや、これは撤収ですわ。肌色が良くないかと。いや、まあ、でもね、これ仮にこれ正路と、いや、これ正路突破できたとしても、これもう絶対突破できなかったな、こいつらでは。集中するべきだったな、2か所ぐらいに。もうやれることがない。もう退却待つですわ、これ。いやー、びっくりしたわ、この硬さ。クソ硬。この動揺状態、この動揺状態で足なんとかにつけ込まれるとね、相当まずいっすね。不本意ですが引きます。うん、ちょっと破壊入れたい。
うわー、全部飛ばしたな。そう、門かぶってなくてこれなんだっていう。いやいや、びっくりした。なんと、いやー、びっくりした。ジョコギ1か、ジョコギ1か。攻略、あー、ダメだ、ロールが足りない。ちょっとこれ待機ですね。あかんね、これ致命的にあかんね。3ヶ月動けない。今ね、今、あー、来たか、来たか、やっちまったな。これはやっちまったな。とりあえず北条援軍を呼ぼう。話を始めましょうか。一部隊、話はまとまりました。まあ来るよね。これはクッソまずい。太田城落ちたな、これ。お指図を頂戴したか。太田城落ちただろ、これ。いざ進む。佐野とか成田は使えんな。岩月も助からんな、これ。こいつは参ったね。こいつは参った。いやー、そうですね、これちょっと土下座停戦考えるレベルっすね。用を申して。ただアシナのどうかな、ちょっと行ってみよう。あー、サノキと断絶か。しかもそれだけでは交渉値が足りない。城をよこせと言われている。山をよこして、いやー、ちょっと厳しいな。カラスもよこして、そう、外交禁止だからまあ別にいっかと思うんだけど、カラスもよこしてやるしかないですね、これは。よかろう、許す。と、上杉は問答ぞ。いやー、上杉も投げるか、それともまあ投げてみるか。許す、申せ。岩月だけで許してもらえばいいんですけど。あら、ちょっと優しい。あ、玉縄で許してもらおう。玉縄、よし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 。特進した。いやー、良いものがありましたね。いやー、よかった。とりあえず耐えた。いや、あれ、僕戦った時って耐久値7200だったのかな。表情、まあそりゃそうだよな、ヨシヒロの代だもんな。いや、次はね、ちゃんとあの破壊5部の破壊を連発で入れていきましょう。大丈夫、動揺は解けつつある。
まあ義高と違って義弘は計略が通じるんで、破壊三発打ったら最低でも一発はいけやろう。そうなんですよね、実はあの火災外したと耐久下がりきってなかったってのあるかもって思った。なんかちょっと7000の硬さには思えないんですよね今の。えらい硬かったなと思って。あ、そうや、金銭とこ。まあ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 、次はちゃんと破壊入れて、うん、まあ同様もやっと解けましたね。で、停戦16ヶ月、停戦16ヶ月。あ、本当だ。なんで満喫を籠城してんだろう。あ、お命令を。飛ばしちゃった。満喫を籠城ね。で、徳川ここまで来てる。さすがに落ちますね、岬。カホ。で、軍開発して、北条援軍がね、呼べればいいんですけどね。北条だったら戦力になるでしょうけど。いやー、親の敵と憎まれてるんで親善もできないですしね。さあ、岬がまた落ちた。ああ、そうですね、一応入れておこう。ナス、ありがたき幸せ。ありがたいのう、かたじけない。ああ、そっか、大関とか解散して戻ってきたんだったな。あとはありがたき幸せ。そう、岬取られるとね、ちょっとめんどくさいっすね。ん、これシーズの上司が任命されてないのは、今僕なんか外したっけ。大関、うん、行きます。ここね、まだいないです、まだいないんですよ。ありがたく。とりあえずヘルプ回復。あー、でも内政自体終わっちゃってるからな。で、次、あの上杉と明日の回戦タイミングをずらすために、ちょっと一回どっちかと同盟しなきゃダメだ。これ今と同時に停戦切れるんで、またくそまた明日か嫌だけどしょうがないな。なんか上杉か、橋なんか上杉か、まあ上杉かな。ただ上杉と同盟組んじゃうとね、切るタイプ、まあいいか。戦略的にね、正しいのは上杉と組むことなんですよ。ただ上杉とはね、なるべく同盟したくないなと思ってたんで、やっぱやめるわ。明日にしよう。ではかかるとしよう。戦略的には正しくても、あまりやりたくないということがある。開発。
そうそう、関東関連様にねスキンさせるのもね、いや自分より大きい勢力なんで、自分より大きい勢力と同盟ってあんまりやりたくないんですよ。特に特に今みたいにそこそこの勢力になってると、満期城牢城ね、満期城牢城で岬も持ってる。動揺解けて兵も回復した、もう一回行く、ぼちぼちもう一回行こうと思うんですけど、ぼちぼちもう一個行こうと思うんだけど、満期城が牢城になっちゃったんだよね。岬を先に落とすか、岬落ちたらあの満期城の牢城が解けるような気がするんだよな。岬を落として岬落としてまあ直撃コースでもいいんですけど、やっぱりセイロ2つか セイロ2つ。まあいいや、一回負けたからこそもう一回行きましょう。破壊投げて、破壊2つ投げて、こっちのルートは使わない。あれ、こっちのルートでいいんだよな。そうそう、こっちのルートは使わず。さあ行きましょう。そう、岬ではちょっとシャトル出しておいた方がいいかなと思った。破壊2発。あ、さす大関。任されました。五分。さっさと片付けてやる。五分。早速始めまする。これで大丈夫でしょう。90日宇都宮からだと、いかに動くべきか。80日、まあでも領地占領もありきだからもう出るか。早々に戻るぞ。仕方ねえ、戻る。城に戻ります。よし、出陣する。2ルート集中で。ごめんをくだされ。今度こそ流すのか。武田勝頼は。武田勝頼。おお、岬も投げない。約束を守るの主君。まあ、成長してもらったからそれでいいや。ケチはまだか。さっさ。野郎ども、城攻めだ。戦となる。布陣を始める。敵は引いたぞ。着手しよう。戦が始まる。備えよ。あら、意外にすぐ張り付いた。ご命令とあらば。あとは命令をくれ。あとは着弾、あの破壊の着弾を待つわ。破壊着弾を待つから、はい、ちょっと位置の変更。城を奪ってみせます。牧場小賀。承知いたした。あ、今度何か起きました今。あ、三好が今度滅亡。
なんと三好が。よっこ。引き抜きも来てるが、里見か。うっそ、大関外すの。最高だぜ。最高だぜ。申し開きもありません。はい。はい。おめえが失敗すんのかよ。まあ、3発中1発。まあ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 。で、2ルート。やるか。もう一回。いやー、もう。まあ一発入ったからよかったよ。リベンジリベンジ。その前に立ち塞がる者らよ、砕け散れ。ええ。ご命令とあらば敵を打ち払います。どうかご命令。あ、もう一回やろうぞ。ちょっと今な前段外したらね、どうしようかと思いましたよ。まあ、さすがにあの状況から帰るのもしんどいなみたいな。いかに動くべきか、何動くべきか。やるでもやるぞ。お前らの力を見せてみろ。分かった分かった。通過を許して。何動くべきか、いかに動くべきか。この戦法にて勝敗を決めてやりましょう。ゲチはまだか。敵を攻撃する。我が手にてついたり。かかりました。あ、ここで不死鳥騎士団。我が戦法にて崩れるがいい。あれ、別に出ない。別に出なかった。クルリンチョで出なかった。我が戦法の切れ味、その身で確かめよう。わ、一緒だし。マジで。そうですね、成功率高いと言ってもね、高いにも 90% が高いのか 70% が高いのか、まあ知略にもよるでしょうし、ちょっとしっかり。終わりにしてやる。これが俺の戦法よ。お指図。今こそ我が戦法により勝機を見出す時。やりました。いやー、これで縄文戦か。さっきの悪夢が思い出される。いざ行かん。行かなくていい。こっちも回復した。どうか。いやー、さっきね、最初に退却したのも太田助政とね、結構兵持ったはずだから、すげえびっくりした。我が戦法に手を押し通る。たっぷり。はい。ケチはまだか。終わりにしてやる。これが俺の戦法よ。いやー、校長戦面白いですね。校長さん面白いよ。野戦がやっぱりね、散々無印にこれからやってきたから、さすがに同じことも繰り返してるんですけど、校長さんまだまだ新鮮やな。やろうともやろう。ダメージ150ずつ、140ずつか。前方に手を押し通る。さあ、こいつを食らっても生きていられるか。さすがに今回は。ゲチ
耐久力が足りない。よし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 。そうですね、甲状腺全マップ固有なのは本当頑張りましたね。まああの、なんだろう、自動的な作り方やってるみたいですけど、我が策にて仕上げと参ります。敵を打ち払います。いかに動くべきか。命を賜り、はい、我が戦法の切れ味、その身で確かめよう。あ、これあれ本丸か、本丸の本丸に常時兵力減少があったのか。なるほど、それでか。たまにあるんですよね、本丸の常時兵力減少持ちが。それだな、原因は。今こそ我が戦法により勝機を見出す時。よしよし、まあ結構嫌いなんですけど、なんだかんだで。本丸の常時兵力減少ってあれ城主依存じゃなくて城依存なのかね。音に聞こえる。え、岬飛んだかこれ。なんたることか。攻め落としてみせた。観念せよ、縄を打て。このゴーンは忘れる。いや、通常はね、城主依存なんですよ。一回帰った方がいいな。あのね、矢倉餅とか青楼餅を城主にしても、矢倉とか青楼が城主あのダメージになるわけではないんですよ。まさき貴殿にお伝えいたす。でもめったに見ないんですよね、今の。ああ、もう死にかかってるし。承知いたしました。例えばさ、今のあの上司依存であればクルリがダメージだったら満期も引き続きダメージになるはずじゃないですか。ああ、でもまあヤグラになってるな。おー、ヤグラか。じゃあ統率が高いやつだとダメージになるってこと？なんか今までそんなんいくらでもいたような気がするんだけど。よし、アップデートでアップデートで残ってる。なんか統率力が高いやつが上司やってればのダメージ本丸になるっていう話？そうか、今までほとんど見たことなかったんですけど。ああ、今まで気づいてなかっただけで本丸ダメージだった説ね。まあ立山とクルリをまるっともらえたのはありがたいかな。とりあえず一回撤収しよう。古いところは今。あ、いや、一回撤収しよう。じゃあ最後に満期戦ですね。わあ、ヘルク12000、めっちゃいい場所だから、だからなんだっていう話なんですけど、太田佐竹義久、はい、うちの主力の一人佐竹義久を出す。太田正景、古賀御所、古賀の方に宇都宮。感謝いたす。三崎、立山にナスシリーズ。感謝いたす。ありがたき幸せ。
そう、暴走なんか、暴走結構出力高いよね。なんか割との想像とかでもずっと高かったイメージがある。かたじけなし。徳川が武田の防衛拠点を落とす広告誌。武田さんだいぶやばいんじゃないですかこれ。武田さん徳川に押されてますね。なることよ。徳川に押されてるのはどうしたことや武田さん。セリア。ああ、織田も慣れ込んだ。おお、終わったくさいですね、武田。武田お疲れ様コース。これはどこだ。ここか。いやー関東はね、ほんと馬多いですね。心得ました。大概の喜びぞ。まあ武田さすがに武田に手伸ばす状況ではないんですけど、まあまだもうさすがに 1,2 年持つでしょ。いや文家の、あ、もうそうですね、文家の救援、あ、いいですね、文家の救援と言われるとちょっとそうやな、ちょっと助けてやりたいな。いや武田なぞ清和源氏の面汚しですよ。耐久力6000。あ、というかもうこれさっさと張り付いて落とす。あ、違う、籠城可能になるのか。これまた対応だになる。いやー、ちょっとな、何にせよまず里見滅ぼしましょう。里見滅ぼしてその時の状況で、はい、ご命令を。いや、今までなんかの悪かったやつがピンチに助けに来てくれるの熱い展開じゃん。今ご命令を下され。ご指示。いかに動くべきか。城を取りに行く。え、敵はよく城を奪おうぞ。ご命令を下され。ご命令とあらば皆続きなさい。良き案があります。まあとりあえず万騎城は確か平城だったはずなんで、満期を平次郎。あれ、あ、籠城しな、もうで籠城しないんだ。そうかじゃあそのまま潰しましょう。まあその後これちょっとあっちを滅ぼしてから、里見を滅ぼしてから考えよう。里見を滅ぼした頃に、停戦残り3ヶ月。停戦残り3ヶ月。僕前回あの嫁探しましたけど、最上にぐらいしかいないんですよね、結婚候補が。アスナとは一旦同盟再び。そなたらは我が盟友。で、今回上杉普通に攻めてこの辺り奪っちゃいましょう。川越八方あたり、新田金山、いや川越かな、川越全力で。お使いいたします。そう、道を作っておきたいですからね。
城攻めですか。心せねば。いかに動くべきか。いやー、ちょっと全国嫁コレクション。全勢力武将人物。おなみちゃん。だから おなみちゃんは旦那がいる。で、ランちゃん。これ、もがみの妹かな妹ぐらいですかね。よしひめの妹になるか。あ、伊達だ。たからちゃん。伊達たからちゃん。ははぁ。あー、ジップがね、春船だったらね、もうちょっとマシなスペックだったと思うんですけど、ジップがテル船だから若干、あれですね。あと、おいちな。いつものおいち。ちなみに、基調グラフィックだけこれにしといた。いやー、ちょっと選択肢ない、選択肢あんまないっすね。龍蔵寺、さつきちゃん、また血気の、血気娘が生まれてるし、龍蔵寺に。せなとく。まあ、なので、今回北に行くつもりがあんまりなかったから、まあ、たからちゃん、ありかなー。タカラちゃん、成し遂げてみせまする。まあでも、もともと多分さすがに外交が届かないんで、そもそも多分あんま西の方は伊達殿がね、正直あんまり結構微妙なんですよね。そう考えると実は最上の方がいいよね。嫁的には。最上殿がね、いいもんね。こっちですかこっちですか。もがみ殿欲しさに成し遂げてみせまする。戦略的には伊達、政策的にはもがみって感じですかね。まあ多分伊達の嫁もらった方がね、正解だとは思うんだけど、なんかもがみ殿欲しいじゃん。うん、明日の同盟は延長は不要かな。もう出世的な問題ね。まあただの結婚した時点でほら侍大将だから。ええよ、声を上げよう。行くぞ。おとなしくしやがれ。お使いしよう。よし、里見セットがやってきた。そろ外していいかな。もう内政的には、承知できる。内政的には、そうそう、タコさんが。こんにちは。タコさん出征で、満期城あたりにさっきのよし佐藤を感謝いたす。違う、最大にして、で、里見、これせっかく来る、まあ、くるりは里見義弘に任せてもいいかな。里見義弘じゃねえや、里見義弘か。里見の力を一つにまとめれば、全然。うん、はじけ63。あと一族をちょっと、組頭で昇進させないと。もうまた2だ、また2だ、詰め所から作ってるけど、焦げ餅いませんね。里見にはね、一人もいなかった確か。で、佐竹義久はこれでフリーになってるんで、タコ、宇都宮、織田、
中太田、まあ古賀かな。ありがとうございます。あーそうですね、僕一応佐竹伝でね、従属がいると感謝外交がね2つあるとねプラス2ですからね、いやプラス4ですからね。きます、感謝いたす。まあなんとかありがたき幸せ。そうまな、馬術持ってない、何もんでもないそうまに存ずる。よしよし、でここから考えようか。あもう停戦1ヶ月じゃん。来月即戦です。来月即開戦。来月即開戦する。朝廷置くとこ、もはみ出してる。喜んでかかりましょうぞ。今上杉13万もいた、多いなぁ。あ、おや、やたら多いっすね、13万って。珍しいな。武田頑張ってる。まあちょっと武田を清和源氏にして最弱。ちょっと助けに行きましょう。とりあえず初手ですね。関東でね、威風欲しいっすね。まあ、川越のつもりだったんですけど、まあ八方でも新田金山でも、まあ川越にしとくか。八方で若干心配なのはこれへこんでるとこじゃないですか。へこんでるから新田金山とか川越に散っちゃうんですよ。あ、こっち攻められてるっつって。だからね、若干まあ行ってます、行ってます。集まっ、うまく集まるといいな。見せまする。もう二打詰め所この二打詰め所から作りやがって。やってみせましょう。二打詰め所、二打詰め所。もう二打、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 二打。三崎の、あ、これあれ青楼城主か。あーで確かに統率が高い、統率が政務と並んで一番高いから本丸櫓になってますね。ふーん、こいつ硬そうな顔にふさわしい。何気に牢城エースでしたね、佐竹義方。名は体を表す。いやー、これぞ名は体を表すですよ。これできる男だったわ。ただの顔が四角い男じゃなかったっすよね。城が城と関係ないところにあるんですけど、支援拠点、こう暴走から兵力をもらい、よしよし。いやーこれいい感じの体得が拠点。まあさすがにこっちにまたすぐには来ないだろうけど、全然。じゃあこれで開幕戦が近いっすね。先手取りましょう。
加護買っとく。値上がりする前にね。あ、セームプラス5とか買ってけばよかったな。豪遊、豪遊佐竹義重。だ、太田正景、佐竹義久。ありがたく存ずる。佐竹義久と、さあ佐竹義久と戦闘功績70。どうしたの君。僕なんかやっちゃいましたかって顔してますよこれ。戦闘功績70に。いや、な、な、いや、まあ、せ、ん、うん、内政でいいよ、もう。ありがたく存ずる。太田正景、さあ、VU20 なのに、太田正景は成功しよう。いや、ずっと戦続きだ、なんだかんだでずっと使ったんでしょうね、身分が高いから、身分が高いというだけで。ありがたく幸せ。8900。あ、そうだ、これ対上杉戦ちょっともしかするとどうなるか分かんないから、一応あの60までは貯めとくだけは貯めときましょう。分かり申しました。よろしいですかな。さあ上杉切れた、やりましょう。開幕8型、開幕8型、早々に戻るぞ。うちの全力、城に退け。全力じゃのう。城に戻ります。滝山っていう選択肢もあるかな。まず一発目、一発目滝山で確実に津久井と川越で、先にちょっとこっちからにするわ。多分この分断しちゃうと多分これ落とすのがぐちゃ、なんだろう、ぐちゃぐちゃになっちゃいそう。うわーわーうわー、古いところは今。うわ、城を落としてこようぞ。押してで、ちょっと岩戸のあたり矢印つけといた方がいいかもしれませんね。もういや、まあ美濃あたりか。武田っていつもこのあたり残ってません？なんかいつもね、美濃は最後には神津家にちょびっとだけ残って終わるような気がする。うわ、すげえ来たあんなはるかかだから、1234567。この北条高広が来た時点で甲状腺やって威風中やるか。1234567で、滝山城の舞台が出て8。全部集めればね、10人いるんですけど、余裕で。冬の峠を越えてきてる。武の古いところは今、敵の城を奪ってくれる。あ、佐竹が死んだ。お聞きいただきたい。いや、雪の峠を、かの雪の峠を越えてきてますね。
べきか。城を取りに行く。世田谷。城を奪うぞ。正しい。なんか意外にこのところの道で結構詰まり気味ですね。そう、これ関東意外にこれの意外にこの緑の小道多いですよね。やるども城はぶん取るぞ。その結果この時点では7対9、後ろの佐竹とかがね入ってないんですよね。まあちょっと待つか。はは、城を奪うぞ。進軍ルートが良くなかった。よし、これでいきましょう。陣を始める。10の9。ちょっと待って、10の9、欲張っちゃうか。欲張っちゃうか。これちょっと欲張っちゃおう。いやー、そっ9でね、ここにいるんだったらね、ちょっと欲張っちゃおう。上杉謙信最後だから、謙信ハイライナーに12でいきましょう。ちょっと欲張っちゃおう。今敵の城を奪ってくれる。承知いたした。剣心をね、剣心叩かない、剣心入れない、まあ入れたら入れたら別にそれでいいんですけど、そろそろ楽市入れてみたり。承知いたした。城郭、いや、ホロと大したものないな。大したものないな。市場奉行を入れてあげてっか。そう心得よな。海上交渉な。誉れ。獲得経験値、最大動力。ちょっとね、いまいちなぁ。いまいちだなぁ。どっちもいまいちだなぁ。いまいちですかね。まあ、僧侶あんまり入れないから、たまには入れよっか。海上交渉がね、あんま出ないからね。まあ、岡本前提。戦車に足すぞ。いやー、八陣の方はね、いやー、便利ではないですね。慎んで受けてもらいます。なんちゅうか、まあかなり軍師心得って言われて、おおって八陣の方、おおって思うじゃないですか。地味なんですよね。技法、強撃陣の攻撃上昇だから。さあ、行きましょう。これで武の古いところは今。さあ、行くさぞ。腕が鳴るわい。行くさぞ。準備を万端整えよ。来た。10の12。剣心入れず。天かすが剣心遅刻。佐竹義久、真壁。お指図願います。いざ行かん。命令を下さい。要所を狙うぞ。続け。優勝は俺らのものだ。我が優勢です。いやー、剣心が負担したらね、部下たちもびっくりですね。終わりにしてやる。こ
そこが空いてる。そうかな、敵が使うとすげえ、敵が使うとすげえ鬱陶しいんですけど、自分でやるといまいちなのは、ね、よくあると思うんですけど、忍者の兵糧とかさ、何動くべきか。皆の者、我らの力を今こそ見せる時ぞ。ここで突破するか。狙うは敵の軒口よ。王将を我らが手に、鉄砲隊我に続け。おいつ、我が戦法にて押し通る。皆の者、我らの力を今こそ見せる時ぞ。いざ、我が部をこの戦場に示さん。お命令を。おいつ、我が戦法にて押し通る。忍者のね、兵糧ね、本当なんか記憶に残るんですよね。そこかよみたいな。大概ね、あの出撃したばかりの第一部隊を食らうんですけど。いざ行かん。おいつ、我が戦法にて押し通る。嬉しきこと。12月の新マップ追加、まだまだ先だな早く欲しいんですけど、一応なんだっけ、あの既存マ、あのマップ自体は既存マップで、あのルートとか、ルートとか陣地とか、なんかそういうのの配置が違うっていう話ですが、まあルートとかね、陣地違えばね、戦術全然違いますからね。なんたることぞ。ありえませぬ。さあドッスンと落ちて、太田、新しい太田。あ、こういう時の士官まとめて2人まとめてくるようになったんだね。よし、戦働きは任せろ。柿崎影家、次はね、新田金山で威風を考える。いかに動くべきか。内政的には川越内政してくれてた。いやーありがたいですねありがたい、ありがたい。滝山、うーん、で津久井もボロボロかな。津久井上位集落あり。さすがにちょっとね、米が、あ、米ゼロだわ。あ、米ゼロ、分かりたい、米ゼロだわ。あかんあかん、あかんあかん、もう助からん。お願いますか。そうですね、川越に引っ越すのありか、ありかもですね。引っ越し、引っ越しは多分2万ぐらいいるんちゃうかな。ちょっと待ってですけど、川越、相馬、相馬だけどクソ弱相馬。今んとこ手近だと、手近だとな。じゃあちょっと津久井に、津久井にフェニックス。これだ。海に行きます。織田の力が一つに。ああ、川越軍の数ね。まあ確かにね。まあでも大丈夫。うちそんな大官に困るほど武将に、いや、大官が軍の数が足りないよっていうほど大官いねえから、悲しいことに。よし、さっと宇都宮。ありがたき幸せ。まあなんだかんだで武将も全然足りねえな。ありがとうよ秋山。いやー武将小粒や本当に武将小粒ですね。これこいつが帰ったら帰りましょう。これ軍の奪還、帰ったか。よし、じゃあ帰りましょう。
狂いどころは今。そう、昨日ね、昨日リューピーの秘密情報が新しくまた一つ判明したんですけど、埼玉県の川越出身という話がね。やりました。今回ってダメ。上司が、そう、昨日こう、あの光栄テクモライブによって上司アイスか和田、ああもう全然これ常識だわ。もうこれで幸せ、確か治療か何かだったんで先方はいまいちだけど、へえ、川越いいとこ。あとはまあアイスをちょっと後ろの上司にして代わりに誰かを出そう。古賀、重複しかねる。大関、あーでも車、それでも中性10あるんだな。うん、車、里見、この辺りもね、全然上司やってほしいっすね。高いやつ、TGS で、あの TGS の横に、あ、 TGS のレストランには行きましたけど、そんなネタにするような食べ物じゃなかったな。ありがたき幸せ。一応足止めだし、団吉城主。さて、岩殿、もツツジヶ崎は攻略失敗してる感じですかね。で、織田がもうこんなとこまで来てる。武田飯田落ちるし、ツツジヶ崎も遠からず落ちるでしょうね。最終的にあのツツジヶ崎と美濃の2つ残る感じですかね。岩殿落としとか。うん、僕ビジネスでだけだね。うちはもらったけど、あとうちはよりあれが嬉しかったな。信長の野望出陣の、なんだろう、ペットボトルホルダーみたいなやつがもらえたんで、出陣プレイしてれば。いやー、もう岩殿落として辻ヶ崎落としに行くかと迷ってる。さすがに武将が少なすぎるんで、あ、武田の滅亡イベントな。武田の滅亡イベント、武田ってあの滅亡するっていうイベントありましたっけ。少なくともここにはないな。なんかいつも最後の方は美濃輪に残ってるから、美濃輪に残って攻め滅ぼされてるから、いつもあんまりイベント起きてないような気がする。一気に来るのがあった気がする。ちょっと待ってね。絞り込みで勢力滅亡、まあ、少なくとも現時点ではない。発生負荷の方で武田滅亡。あー、砥石が落ちるからだよ。
多分いつも砥石が落ちちゃってるからイベントが起きないんちゃうかな。あ、でもこの時点ではあれか、砥石まだ持ってるか。僕これはなんかほとんどいつもなんかこれは見た記憶がないんですけど、白が5以下、3以上5以下、あと小山だね。うん、まあとりあえず現時点では8000負荷ですね。 CPU もこれいつもこれ出てる気がしないんで、まあ運がよほど運が悪くなければ多分発生しないよ。そうですね、小山田さんがもういないかもしれないですね。ああいうえおやおおたおにしおがおくおだおせん小山田国衆ですね。まだ国衆か。とりあえずに、いやでもあれですね、本当はね今ね新田金山行きたいなと思ってたんですけど、上司がいないんですよね。なかなか上司がいないままだな。あと川越に引っ越すべきだかなと思ったけど、なんか違った、ちょっと迷った、いろいろ迷った。一回とりあえず上杉と停戦しようか。芦名同盟も残り3ヶ月し、一回上杉に威風、いやーでもちょっとまだ威風もできそうにないんですけど、うん、徳川がつつじが先、まあ、軍荒らすか。まあ威風とか待たなくていいか、軍荒らすか。かの血を我らが手に、軍を荒らしまくってご命令とあらば、上杉とね停戦すれば、あの美濃輪の方にも行けるようになりますし、焼酎に収めます。お指図を、嵐嵐、軍嵐、我らがものとします。お指図を頂戴したく、いざ出陣。まあ岩殿はこれ、あの辻ヶ崎が落ちない限り攻められない場所なんで、あと辻ヶ崎はさすがにそう簡単には落ちないか。嵐の国、ええ、すぐに手に入れます。荒らしまくり、荒らしまくり。結構来たな。ああ、結構来たな。そうか。別にね、ちょっとこれ以上城が欲しいわけではないんで、本当はね、本当は常識の武将がいるんだったら城欲しいんですけど、常識の武将がいねえからな。全然恩に切るぜ、感謝いたす。軍が埋まってない場所で開発したいところ、滝山、ありがたき幸せ、玉縄、かたじけなし。この歌はこの歌のバフになるかな。あ、出撃中か。くるり、いやー綺麗に開発されて気持ちいい。
しいですか。足は60で一旦放置。あ、そういえば足利殿の昔に滅んで移りましたね。あ、可能。いやもうノルス60-60あったら上旬で上旬しますよ。先へと向かおうぞ。お指図を頂戴したく。荒らしまくり。行くさぞ。陣を整えよ。攻撃はあんまりよろしくない。現時点ですでに1、2、3、4、5。5つ取ってある、おめでよ。6つ取って、城に貼り付けば、城攻めを始めよ。これでいいかな。これで8型タッチしたんで、これで交渉しましょう。一応家宝取って追加購入、これで外交許す。申す。こたびの戦打ち切りたい。はい、よし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 。132。わあ、馬がめっちゃ7等級で、ああよかった。これは7等級でね、100もらえるのありがたいですね。特進した。よしよし、これで武田に注力するか。いや違う、これで岩戸とはとりあえず落としてしまった方がいいのかな。武田滅亡。軍内氏の当主、当主、当主であればいいんだったら別に小山田は関係ないか。まあいっか、どっちでもここにあるから、まあ気にしなくていいのかな。うん、そう、足の回線もね。まあ辻ヶ崎、福川ともろにやり合うことになるかなっていう、この人が薄々の状況で。でちなみにアシナは一応3ヶ月の停戦があるし、なんなら同盟更新もできます。アシナ滅ぼした、まあ武田を固めて、武田を見ながらアシナを潰しちゃうか。正行はね基本的にそこそうはいなくならない人物なんで。残ってる、お、少し飛び出てます。なんだろう、まあ回線あるある。あ、じゃあちょっと回線の調子が悪いのもあって、ちょっと考えたいのもあって、5分10分休憩にしましょうか。一回、いやー、武田をね、現在の候補としては、足のを潰しながら武田を待つ感じにしようかなと、かな。今のところは足のを滅ぼしながら、箕輪と箕輪岩戸のあたりで注目しておくみたいな感じ。それじゃちょっと10分ぐらい休憩に入って、タバコ吸ってきます。じゃあちょっと一旦失礼します。
ふう。いや、昨日 TGS に行って1日配信休んだんですけど、結局光栄ブースト、カプコンブースト、あのインディーズゲーム、インディーズのコーナー特に回ってたんですけど、まあやっぱりインディーズは面白そうなやつが多いですね。というわけで再開しますか。じゃあとりあえず足なのな。TGS 多かったっすね。ほんとね、TGS のね、公営コーナーにいたときね、ものすごい行列できたから、いや、これ三国志エイトの時代来たわと思ったら、まあ当然のようにフェイトで。承知いたしました。いや、もう当然のフェイトで。で、三国志コーナーでね、僕一人しかいないっていうね、誰もいなかったっていうね。いや、そもそも三国志コーナーがね、あの、スーパーの裏の入り口みたいなところにあって、いや、なんちゅうかですね、すごい端っこの方にあったんですよ。端っこの方にあって誰も見てなくて、もう僕さんの TGS でだけ見られるプレイ動画っていうのが流れてたんですよ、三国志8で。それをもう30分ぐらい見てたのかな、ずっとループ見てたんですけど、その間特に誰もいませんでした。その間特に見学者なし。いやー、なんか、ちょっと、やばい、本当にやばいから、ちょっと皆さんね、買うか買わないか迷ってたら買って、三国志8。買うか買わないか迷うんだったら買ってほしい。ちょっとね、やばいっすよ。歴史シミュレーションゲームほんと。よしよし、自重。いやー、なんかねー、歴史シミュレーションゲームっていうジャンルが、喜んでかかりましょう。まあそうそう、まあそんな人集まんないけどさ、もともとそんな人集まるようなもん。もがみと同盟、話とは何ですか。そうそう、ちょっとね、移転どうしようかと思って、まあ川越移転でいいかな。でも今から芦名線なんで、しばらく宇都宮でいいかなっていう。まあね、さすがにこれがナンバリング出ればね、もうちょっと扱い違ったと思うんですよ。フェイトの横ぐらいに。話とは何ですか、ね、よろしい。ああ、やったこと、三国志とはね、やったことなくても全然大丈夫と思いますよ。インタビューにも書いてますけど、まあ言うて昔のゲームなんで、最近の作品ほど複雑じゃないんで。あ、そうですね、値段もまだ見えてませんしね。ちょっと米問屋あって、これなんだ。ちょっと一回これを。そうですね、8のリメイクがうまくいったら、それからまたリメイクの流れが途切れないでほしいですね。力を尽くしましょうぞ。いやー、 HD で6000いってるから、6000は超えるんちゃうかな。米丼一つ作るか。米丼早速始めまする。そうそう、もしかすると対抗力視点6につながるかもしんないし。いや、なんならね、チンギスハン4リメイクとか、天命の誓いリメイクにつながるかもしんないし。あれ、里見義弘もしんの、はい、ね、マジかよ。いや、そうっすよ、ガチャ20連と考えれば、もう全、いや、ガチャと比較してみなさいよ、もう。ありがたき幸せ。もうガチャに回す金があったらね、歴史シミュレーションゲームの、そういえば流れといえば、昔天下富舞 SSB 配信したじゃないですか。あれ結局 Steam に来るみたいですね。昨日ぐらいになんかニュースが流れてきたな。まあでも天下統一 SSB 面白かったかって言われるとちょっとあれなんですけど、まあちょっとゲーム的に
いろいろ不満な点が多い作品ではあったんですが、お許しを願いまする。城を奪えば有利になる。そう、斎藤とずっと同盟してた。あれいかがしましょう。いやーでもちょっとは城を攻める。僕あれからやってないけど、ちょっとは修正入ったんちゃうかな。あ、鋼鉄の方向リメイクしてくれたら嬉しいですね。お指しず、まああれはあの声内政じゃないんで、城を奪ってみせます。みんなついてまいれ。どうかなってところはあるんですけど。ケチはまだか。こっちからこう。野郎ども、白攻めだ。そろそろ最近ちょっと米不足になる。野郎ども、ついてこい。ご命令とあらば。白攻めは良き策か。ご指示。白攻めですか。僕大航海時代オリジナルもうやってないですね。もう水滸伝の天命の誓いは正直あの思い出補正なしでめちゃくちゃ面白かったんで、天命の誓いすげえ面白いと思う。あれ今でも会場衣装はね、確かに撮ってたと思うんだけど、撮ってる会場衣装ありでもなかなかだな収入。うん、おやった、金山だ。よしよし、ちょっとあの軍団範囲外なのがあれなんですけど、心得ました。オリジンかでも僕正直大航海時代オリジンよりセーリングエラーと、あの昨日おとついやったなんとかってゲームが楽しいな。8余裕でいますね。よしよし、白攻めですか。心せねば。いや、おとついのゲーム面白かったですよ。あの大航海時代のゲーム。白攻めですか。心せねば。お、市場課長。あ、一応あったんだな、大市。承知つかまつった。そうか、利休にあげてもよかったな。セービングエラーもよかったですね。動くべきか。敵の城を奪ってくれる。さあ、足の戦。戦の始まりだ。そして戦場は非常によし。里見義弘ちょっと死にそう。里見義弘。いやでも大航海時代2だとな、あれなんかもうスーパーファミコン版でもう僕大満足ですよ。大航海時代2、何も付け足すところはないわ。お指し図を頂戴したく。命令を下され。どうかご命令。進むぞ。中という。ああ、しかもここちょっと遅い。ああ、遅い。しばらくめちゃくちゃ詰まっちゃった。この占領がもっと急ぐべきだった。一応2部隊殴ってるから強撃ではないけど。先方にて押し通る。取っちゃおう。試されるぞ。あれと思うものは続け。あかん。ちょっとこれあかん。いかん。
よしよし、やっと追い出した。これでここで撃ち放題。やりて敵を崩す。無情大じゃ。宇宙を恵みます。我が武略をもって安全の敵を打ち払わす。よしよしよし。あ、あれ、あ、早い。鹿島神宮。鹿島神宮いいな。あれっていうぐらい早かった。返してもらうぞ。なんたることか。あれ役場通り。次は2名、正直さんと信清。お、織田伝織田伝来た。織田伝は結構ありなんですけど、ただ組頭なんですよね。あ、全勝人だったな今。これより、いやあ、鹿島神宮ありがたいわ。今行っても威風は取れない。一回帰って威風弱を取るか。伊達と隣接する、伊達と隣接するか。伊達と隣接するか。本拠地威風はありありだと思うんだけど、須賀川のここを取ってこっちになだれ込んで、これが平次郎6部隊かな。ここや、ここ黒川のね道がね細いな。だからここに4部隊置いて、ここに2部隊で6部隊で城攻め、6部隊城攻め。さすがにぐるっと回るのは無理だ。さすがにぐるっと回るのも可能は可能か。一回帰って、黒川城攻めやりましょうか。こことこのルートとこのルートで、ただ奥のルートが相当なルートが大変なんで、いかに動くべきか。黒川城攻めしよう。よし、あ、遠すぎるため目標できないんだ。僕今、あ、そうだね、僕それよく考えたら同盟一つ切ったから、アシナ1枠余裕あるんで、伊達に外交投げとくか。この辺りの戦力で。あれ、烏山の城主と、いやー、帰ってきた。そうですね、破壊投げられないですね。仮に投げられたとしても、あの大名的に無理だと思う。烏山に、一回帰って、里見大丈夫ですよ。あと8ヶ月あるから。命令をくれ。うわ、上杉動いてんな。今太田、あ、本当は太田府中が臨戦してねえや。よいしょ、太田府中。よし、今だ。で、今人が帰ったんで、烏山の城主を、あー、アイスにするか。これ安全地帯なんでアイスにするわ。ありがたき幸せ。もうアイス移行祭が城主をやらなきゃいけないレベルで、大田原城は江戸
高いやつ、いやーもう高いやつマシなレベルだねこれ。もう1ナス、ナスに次ぐナス、小笠原、今金山朝廷市場、これが終わったらちょっと江戸にでもするか、しょうがない。あ、これ高いやつか、岡本岩上。あ、まさきがいた、くるりはこんな感じ。ナス、なんとも無念。ちょっと待ってね、まさきがいたんだったらまさき、そう、あいつさんね、60、70だったらね全然常識ですね今だと。ナス、ありがたき幸せ。そう、フェニックスね、こうしてみると結構強いんですよ。全然うちの中では全然上司できるレベルなんですよ、なんと。感謝いたす。まあ、あの3人くっついての話なんですけど、3人くっついて51、56、56なんで、へえ、高いやつ、関東最大の鉄砲隊、すごいな。そう聞くと宇都宮、あ、これ宇都宮のこれ中作ってなかった、米丼。任されました。米丼、米丼、早速始めまする。ただあの先方どうだっけな、早掛けで一生懸命いいしね、白乗りもいいしね。早掛けだけがねちょっとひどいんですけど。そうね、三国志だとね60、70。お、来た来た、万願寺来ましたよ。全城の特性プラス1。承知いたした。これでこの不死鳥騎士団から牙を1人減らせる。黒川城を狙う。さあ、最上から来た、ランちゃん。ちょっとの、あ、鉄砲補給だ鉄砲補給だ、そうか、ランちゃん。まあうちのホープ吉久くんと。よろしい、うちの吉久君と組んでもらって、いやいや、もうあのブス嫁はもう、まあ部下のブス嫁はもう知ったこっちゃないんで、部下のブス嫁と。感謝しております。よし、じゃあこれでいいとして、出世は出世待ち、当時、ああ当時は欲しいかな。で、これ精度1の2の1、2の2を取ろう、2の2。心得ました。2の2、国境紛争、はは、はは、太田正景だよな。あ、そっか、太田三楽、太田三楽、確かこいつ血気持ちだよな、確か。いいよ、もう これ国境紛争というものを見せてやりましょう。これは国境紛争じゃん、ほらほら。よし、国境紛争解決じゃ、こちらに解決。お寺はちょっと作っとこう。受けたまわりました。さあ、これで黒川城の工場戦をやりに行くわ。黒川工場戦に行きましょう。ご命令とある。前後に分かれて、あ、そういえば大関あたりね、確かに今のお金だと調略修行やってもいいかもしんない。
労力がないか。いや破壊届かないんですよこれ、そも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 届かないし、そもそも効かない芦名守氏だと。まあ5600ならばば、まあ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 、まあお金は貯めつつ貯めつつ、お金を貯めつつ貯めつつ、城を我らのものとせん。グワッとグワッといきましょう。こちらにご指示。西の方は動かなくていいよ、有事に備えて。おのども、ついてこい。さあ黒川、あ、ちゃんとあの伊達面軍が黒川に来てるな。見せる。お、いやでもね、ちょっと考え話してますけど、そんな顔料って、あの顔料そんな騙し打ちしたっすけど、それまあそもそもそれデマだと思うし、そもそもデマだと思うし、な、敵心を言っとくけど、言うて敵心に一人で乗り込んで切るってできないですよ大将。騙し打ちだったらむしろ帰れなかったと思うよ今。あ、でも顔料切ったのは生死の記述、生死の記述ですからね。素晴らしい。そうね、須賀川でイフジャックやるか。須賀川間に合うか。いや間に合わんですね。牢状状態になっちゃうわ。ところは今。そうね、須賀川が牢状になったか。それだったら須賀川でもいいかもね。いや、そもそも精神その騙し討ちにしたっていう記述がない以上は、まあ普通に切り込んだと思うよ。武の古いところは今、城を落としてこようぞ。よろしいですかな。なんか多分ね、それちょっとなんか、まあ、あの三国志の解釈にあるあるのそういう下げネタだと思うな。城を取りに行く。お、城を奪って。さすがにこれ須賀川行きましょう。いや仮に知り合いだからといって敵陣乗り込んで首切って戻ってくるってなかなかできないっすよ。できないっすよ。セイロが一つあるけど、まあまあ平城のセイロであればなんとか。草だ、暴れてやるぜ。城を奪うぞ。さて蹴散らそう。まあ、あのありえないような展開だからこそ、そういう解釈が出てくるんだろうなと思いますよ。命を賜り進軍を始める。おめでとう。またここか。武の古いところは今。ははっ、領主を手に入れるぞ。まあ、それ
主君に。あーでもこれもうあと一つで終わりだな。今こそ受けるがいい。我が武略を持って安全の敵を打ち払わん。あーでも噴死はねよくあることですよ。よくあることだと思うよ。なんか人は絶望して死にますからね。なんたることよ。ありえませぬ。よしよし。多分ね、心が弱って死んだのは噴死だと思うんですよ。噴死ってことになると思うんですよ。ご命令とあらば。そう、過剰なストレスとかで体弱くなるっていう。敵はよく城を奪おうぞ。敵の城を奪ってくれ。まあ、僕はなんか明確に何かの病気っていうよりなんかその全部含めてのことだと思ってるんですけど、そう、元近とかね、三好長慶とかあなたにも心が弱くなって体崩してるじゃないですか。城を攻めます。指とかもそんな感じでしょうしね。肝を長期死んで、しかも医療で大敗して、もうちょっと切れたんでしょう。お指図を頂戴したく。まあ怒ったって意味じゃなくて、お指図を頂戴したく。なんだろうね。気持ちが切れちゃったんですよ。これが俺の戦法よ。ケチはまだか。敵を蹴散らしてやる。攻め潰してくれよ。いや、皆さんいい年なんですから、人生で1回ぐらいあるでしょう。なんかがっくり来た時が。やろうだとやるぞ。お前らの力を見せてみろ。いかに動くべきか。いざ行かん。そのがっくりがね、そのまま病気につながって死んでもおかしくないと思うし。いや、何度もあるじゃん。どうかご命令。なんかそれが病に繋がってってやっぱあると思うんですよね。くしゃ。そう、本当に病は力ですしね。これセロレベルに早く壊さないと。ちょっと正論範囲に。いざ、我が軍をこの戦場に生産。ちょっと佐竹義重一回退却。今。結構密集してるな。レベル2。あり。やばいやばい。ここの正論がまずい。また正論に痛い目を見てる。いかがしましょう。命令を下され。
者、我らの力を今こそ見せる時ぞ。兵ら、どう進めるぞ。早く早く皆も力を振る。早く早く、本当にわかりました。我が戦法にて崩れるがいい。いかに動くべきか。そう、レベル3か、もうダメだ。退却。いや、退却で逃げろ逃げろ。お命令を。我が前に立ち下がる者らよ。撃たれた。だけ散れい。君の岩。ありゃ。おっと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 、これ正露範囲じゃん。まずいな。いかに動くべきか。まあ、資金余裕あるから。いざ進まん。敵を蹴散らしてやる。セイロさん、もうちょっとで壊れるんだけどな。お指図を頂戴したく。しぶといな。うん、まあこっちとこっちがあるから、まあ最悪迂回しよう。あと、もうちょっとで壊れるは壊れるから。一応願います。宇の古いところは今ね、あれ邪魔だ、ちょっと邪魔です、ね。あ、しまった、これ残ってしまった、大関残してる。我が戦法にて崩れるがいい。我が武略を持って安全の敵を打ち払わん。よしよし。あ、よかったよかった。命令を。命令をください。さあ、こいつを食らっても生きていい。大関死んとかった。お命令を。あ、タコさん3000残してるんじゃん。いざ。いや、さっきの戦いといい、ちょっと正論に悩まされてますね。なんだこの動き。いや、あのね、これ向上性の敷き勝ちって存在しないんですよ。本丸落とすか敵を全滅させないと終わらない。でも敵の部隊は残りこれだけなんで。あれ？ありえぬ。あ、これ本丸もこれか。そうですね、あと条件が。いやー、アナザーに手こずらされました。さすが北の門番、南の門番になってますけど。ありえませぬ。攻め落としてみせたわ。これ狩るしかない。これ見張る籠城設定した方がいいっすね。このうちの籠城です。三好義、あの佐竹義方、こっちは逆にその兵力で守れると思うんで、佐竹義方外そう。いやー、ひどいもんだひどいもんだな、これ納得にはほど遠い。ひどいな。ちょっとこんな感じで籠城して、そうそう、武田を見ましょう。籠城エース、顔が四角い顔が四角い籠城エースを。
なんだこれ。いやーなんか工作とはまた別の、前回の福島弟、あれとは別の、また別の形でね、使い勝手がすげえいいですね。それ伊達に送ってなかったのか、結局成し遂げてみせまする。で、これで伊達テルムネ倒しとくわ、あれ一回余計なことせんように。の古いところは今敵の城を奪っ、あ、帰った帰っちゃった。そうか、いかに動くべきか。そうですね、城郭シーン入れ始めましょう。承りました。武田まだ息してるか。なんだかんだでツツジヶ崎がそう簡単に落ちねって岩戸の籠城してるし岩戸の籠城設定、美濃和城は落としちゃった方がいいかな。これ武田の爪をどうしようか迷ってて、岩戸が籠城設定で、美濃はこれ武田上杉組んで、同盟組んでるか、イベントで武田上杉同盟済み。放置してれば、小諸までは確実に落ちるはず。とりあえず美濃に矢印だけつけとくか。そろそろまだ大丈夫か、まだ大丈夫か。ああ、上杉援軍も行ってますね。上杉援軍も行ってるんで、まあしばらくは持つかな、小諸で。じゃあその間うちは命を賜りたく。よろしいですかね。あら行きたい。いいよ、可愛い北条の頼む、外交して敵地ですけど、可愛い北条の頼みだから。よろしいですかね。アシナはね、アシナね、歴史イベントで勝手に従属するんですけど、実は10年ぐらい待てば。それまで、多分伊達とずっと同盟してるから、こいつ。そう、親の敵に、親の敵に助けを請う。美濃はね。でも、あ、飯野平の籠城が解けた。黒川を攻城戦して、アシナに高原持ちがいるんです。いるのだからね、アシナ滅ぼしたいんですよ。ただまだ生きてるかどうか分かんない。なんせ2年ぐらい前に見た時に84歳だったんで。もう死んだ、もう死んだか、さすがに死んだかな。あー、死んだか、死んだわ死んだわ。そりゃそうだよね、2年前に84歳だったもんね。まあそりゃそうだよねって最後なんですけど、まあそうそう、人脈、アナザーとね、アナザーとクノヘもいるし、オナミちゃんもいるし。あ、そうですね、ここ、まあここで絞り込んでもいいかですね。まあ当然当然ない光源人脈、よし、まあ、であと、まあここまで来たら滅ぼしましょう。須賀川が結構軍残った。須賀川の城主って言われても高いやつ、弾けない。ああ、九戸か、確かに。秋葉補給ね、うん。九戸は確かに囲むとギブアップそうですね。ただ、あれなんですよ、今ね、伊達、
伊達、伊達、逆に言うとここであの伊達の壁になってくれてるとも言うんですよね。津川、黒川、まあ落としたらすぐ籠城設定してなんかしたりする感じですけど、まあ今期間待ち、金、あれなんか、なんで赤いの、なんで赤い打ち来る気か、やる気勢だ。みんなの力が佐竹義方のもとに、あー来たな、これもう。6万結構来たな。路上間に合うかな、うん、間に合いそうではあるんですけど、もうさすがに6万はダメなんで、迎撃するか。特にね、1万5000とかいますしね。いやー、ちょっと無理だこれ、デカ玉が多い。急いで迎撃に出よう。用は何ですかね。では話を聞こうか。上杉とのちなみに停戦は残り1年半。それ耐久4500だもんね、これ多分殴り落とされると思う、こんな1万6000とか来てたら。芦名守口の1万とかもいるし。大至急出せる迎撃を出して、みんなついてまいれ。しまっちまった。ケチはまだか。まあ最悪ね、最悪城捨てて一歩下がってもいいんだけど。こちらに。もがみの姫結婚してるよ、もう。でも佐竹義久の旦那なんで。いや義久が旦那なんで。一応これもがみ出し遂げてみせまする。ただまあもがみとだって婚姻状態だろうから。真壁と菅野屋さんと、わしに従え。小気味よいは、いかに動くべきか。遅れずついてまいれ。よしよしよし、路上状態になって、これで踏まれても大丈夫。ああ、里見はそうだ、里見吉弘も助からないんだ。里見義弘が助からない。くるりね、場所的にだいぶ奥まった場所なんですけど、結構でかい戦力であったんですよね。そのままスライド昇進とはいかない。江戸集まっとる。あ、やばい、これ速回戦かも。速回戦。いかん、城が攻められておる。速回戦するとね、危ういです、ね。ご命令とあらば。兵らが、コース
進める。わあ来ちゃったか。まずいまずい。来ちゃった来ちゃった。伊達領土近すぎた。一応聖堂セットはできてる。国州を2つ、国州黒川春内、国州3つ、これにもう全戦集中する、それのみですね。それしかねえ。ここにいかがしましょう。ここにいかがしましょう。なんだやばい。あーフリーズ落ちした。そんな。なんでフリーズ落ちするかな。初めてかも。フリーズ落ちは。いやーすいません、立ち上げ中でございます。初フリーズ落ち。PK になった初フリーズかな。信長の野望神聖。あーそうなんだ。アップデアップデ後もうどうにもならんな。もうどうにもならんわ。帰る。もう間に合わないんで帰ります。最悪イフルで吹っ飛んだ時に部隊が巻き込まれないように。どうでしょうね。あの僕新生 PK 初落ちですから、初フリーズですから、アップデートの影響がないとは言い切れない。行くぞ。足を動かせ。いかがしましょう。そこにいな。ご命令はいかに。いざ進め。我が前に立ち下がる者らよ。砕け散れ。いいよ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 。いかがしましょう。ご命令をください。千のやつをそれぞれ襲撃できてる。いかがしましょう。よし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 。なんと勝った勝った。若造どもに戦というものを教えてやるわい。よし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 。いや国衆を国衆使ったのがうかつでしたね。向こうそう、鹿島神宮の加護ですね、これ。まだゴズメ来てるけど、もうこれ無視していいでしょう。よしよしよし。どうしてやろうかな。どういう状態、詩人か。今のうちに飯野平囲むか。九戸だったらギブアップする説。うん、あの九戸を落として、黒川を落とすわ。あーうっそ。
頼りになる義里が。いやー今回ねまさか三好義方がねそんなねキーマンになるとはね、この四角い顔の男が。いやいやまさかの佐竹のキーマン。ご命令とあらば皆続きなさい。ご指示。まあ少しが死んだが剣心も死んだ。病には勝てぬか。お今三好っつった僕。死刑死刑。あれ？あーそっかセーブ前かこれ。江戸さん。ありがたき幸せ。おそらく撃って出てくるだろうからもう一部隊欲しかったな。城を奪いに行こうぞ。そうそう義方というとねつい三好って言っちゃうね。城を奪い。おっとあいや出てきないか。おお。ほらほらギブアップしろ。よろしい。ほら来たギブアップ。同期に降伏する。集落掌握維持があるんだったら5年ぐらいとか。よしよし。5年でかつ家宝も上げて、うんこんな感じかな。いやーこの辺もこれ大使のグラフィックですけど、いやーやっぱ大使の新グラフィックがいいな。この辺正真威圧健康一滴に構成火災は牙補給よろしい。あ5年すらいらないか。あそうだね5年すらいらないね。あただ身分がほら身分侍大将スタートでいいんじゃない。これ多分所領安堵しないと身分があの組頭とかになっちゃうと思うんで、まあどうせ上司に困りますから。で、あと家宝で忠誠上げときたいんで、まあ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 、よしよし。あー引き抜きか、伊達の引き抜きかが、あ伊達の引き抜きか。まあそんなね、そんな来る、そんな。もうこの部屋もうこれから手下なんで、大丈夫大丈夫、来ない来ない。小田部だ。乗り込み大学だ。乗り込み大学小田部さんはなぜか馬術を持っていない。お使いいたそう。太田康助。ありがたき幸せ。太田康助ね。恩に着ようぞ。ちょっと待って、あと小野崎が中性赤い。小野崎に あれこれアップデでこれこの状況で出して取り返しても軍維持されるようになったんだっけな。俺らがモノトス下裏から行こう。そう生命さんに生命の大関さんのとこにで武田チェック。お上杉援軍もあって結構粘ってますね。海津城落とされてるんですけど、まあ一人つけたろ。
宇都宮国綱は上司級。この太田はバフになる太田かな。バフになる太田。ありがたき幸せ。岩戸のラス位置になり、あの美濃はラス位置にはなりそうなんですけどね。須賀川佐竹、佐竹はおとなしく。あれ、そういえばあの結局これ失敗したんだ。ここクルリアの江戸さんが入ってるね。まあ62-58 あ、やべ、もう黒川行った方がいいね。これ黒川行きましょう。ここぞとばかりに上杉は動きましたね。はい。え、ケチはまだか。ご命令とあらば。命令をくれ。城を攻めます。いや、影勝の台になって入りました。合図行き始めましたね。温泉。影勝の台になったからか、アシナが弱くなったからか、あれですけど。心得ましてござる。いかに動くべきか。ついてこい。ああ、そういえばおたての乱はね、もしかするとあった。あ、おたての乱起きてない、起きてない。サブローがまだ北条にいるんで。城攻めよ。はまたか。まあうちではもう全然上司ですよ。残り短き命を落として。浜田は強連。浜ちゃん何強連すんのよ君。あ、武勇ね。まあいいけどさ、別にいいけどさ。三春に一人ネームド言っても、いやいや、20年ドーン。まあ、ブユアップ、ありがたいの。ブユ底上げ、あ、もう落ちたんだ、早いな。でもいや、これ残りラス1だとなんか気がつくと籠城設定溶けてそう。そうですね、制作ちょっと入れましょう。城郭どんどん入れていこう。承知いたしました。城郭をどんどん伸ばす、朝廷も出す。そうですね、武勇33、武勇33以下に強連って。成し遂げてみせまする。出した。まあ最上はまあある程度あるからこれでいい。で武田はだいぶ追い詰まれてる。徳が来てる。織田、まあまあでかくなりましたね。織田、いつもの織田。いざ始めよう。さあこれでやりますかね。
鹿島神宮、なんかね、若干なんかね、嫌な予感がするんですよね。いやまあ今更援軍呼べないからやるか。幸福韓国なんてったら10万必要なんですよ。幸福韓国にはさすがにね10万はいない。でもこれセイロ無視できるかな。セイロを無視して、後ろのこのセイロに無視して、あのこっちから全力、下から全力で矢倉だけ壊して、矢倉セイロははー、ホンマレはボゲルカップ。命を賜り、お指図、敵を退けます。敵に痛手を与えます。進むぞ野郎ども、遅れるな。いざ入艦。お指図を頂戴したく、敵を蹴散らす。武の古いところは今、まあ、正路を避けつつで、力を見せてみろ。そういえば今日はちょっと時間なくてやらなかったんですけど、明日からはなんか三国作品やるかも。なんか最近三国志やりてえなという気持ちが強いんで、申請前に2時間ぐらいとか。我が武略をもって完全の敵を打ち払わん。さあ、行くぞ。いや、8はもう実はあの、ま、前回でね、結構割とお腹いっぱいになったんで、いやー、8、やっぱりちょっと今やるとしんどかったな、いろいろしんどかったなーって思って、生8なんで、生8はちょっと大変でした。いやー、13か14ですかね、やっぱり。あなたを捕まえたわ。我が武略を持って完全の敵を打ち払わん。いやまずは13か14だと思ってる。やっぱり。いざ進まん。動くべき時は今ぞ。動くぞ。続け。アシナが来てる。終わりにしてやる。これが俺の戦法や。我が戦法。ティーゼス行った方いますか。でしょ、あの三国志とすごい隅っこの方にちょこんとあったらあったでしょ。いざ進まん。いやーもうほんとね、スーパーの裏口みたいな感じなんですよ。そうですね、久々プレイなんでまずは普通のことやりたいかな。なんか徐州劉備とかそういう普通のことやりたいっす。お指し図を頂戴したく、14もね面白いんだけど、あれやるとすげえ時間かかるんだよね。命令をくれ。どうかご命令。やったぞ。勢いは上回っているかと。さあどいつを食らっても生きていられるか。ご命令を。あ、足、これ足止め食らってるから6に動かなくて指揮回復しなかったのか。こちらに敵に痛手を当てます。そう、14はもう極刑やんない、絶対極刑やんないと思った。やろうともやるぞ。お前らの力を見せてみろ。一回ね、一瞬ちょっと14やった時もね、久々に極刑やって結構ひどい目に遭いましたからね。もう極刑はやんない、ほんとごめんです。を見るがよい。やりました。よしよし。まあでも最初はなんか13とか13にせよ、13にせよ、14にせよ、普通のことやりたい。
攻め落としてみせたわ。敵将捕らえたり。お断りだ。まあまあまあいい感じ、恩に切るぞ。でこれで上杉、ああまあここも黒川美春ラインを、黒川美春ラインを籠城セットがね、もう一つ必要になりましたね。あ、僕熊本城これやったことないですね、攻略。芦名守氏、芦名守氏もでもなんだかんだで寿命きっと近いでしょうね。正木、そう人脈も来た。いや城主自体は別に、あ、むしろあの知略さえあればどうにかなるとして、いやちょっと待って、正木を入れるか。でもこれね、さすがにちょっとアホすぎて、ちょっと待ってね、援軍できない。あのオナミちゃんはまだ結婚したままですね。アシナはとりあえず生命のとこに一回入れとくか。まあ何か家宝をあげてもいいんですけどね。アシナ80年か。アシナ1178年6月。でももうそれだ、2年だったら家宝をあげて使うか。あんま上がんない5等級で、あんま上がんない。あかんな。ああそうね、とはいえ来年には病気ね。伊達軍すでに動ける状況、あともう籠城&籠城か。籠城&籠城、そうですね、もともと持ってますね。そんなに伊達側から動く気はなさそうな気がする。とりあえず変えるか。どうかご命令。やりました。あ、でもアップデ後の初のあれですよ、報告そんな来ないってやつですよ。大丈夫。謹んで受けたまわり。まさき、ははボード。あー、そうですね、心得ました。兵が減っちゃうね。そう、もうやったぜとかね、最高だぜがなくなっちゃったわけですね。いやー最高だぜ。まあ今更なんですけど、この領民危機とか暴動危機とかを、それでやったぜは、いや最高だぜっていうの、ちょっと不謹慎ちゃうんですか。解決したとはいえ不謹慎、僕も不謹慎中になっちゃう。行きます。まさきこちらへ。承服しかねる。あーでもくるりとか内政上な、もう内政上でいいんだよな。真相で、せっかほをあげたんで、いやあげてねえわ、かほあげてねえわ。大関大関の下につけるか。最前線ですけど、最前線ですが頑張っていただきましょう。わかりましてござる。
で、これすぐ籠城設定。あ、たまたまですけど小野崎が正楼だな。小野崎、もうちょっと、もうちょっと、もうこんなね、なかなか選べる状況ではないんですけど、正楼、あ、なるほど、真壁、あー、アイス、アイスがね、工作家は負けるんですよ。ただし、最前線に行くにはね、あまりにもちょっとアホすぎて、アイスにも、アイス、まあ、決起はないけど、決起ないけど、さすがにアホすぎるかな。まあ、いっか、顔真っ赤なら真っ赤でなんとかしよう。ちょっと待ってね。工作をねばらまけるのがねでかいんですよね、アホとはいえ。いかに動くべきか。ああ、破壊されるね。破壊食らいまくるね。今だとじゃあやっぱやめとこう。そう考えると納得できぬ。よし、いろいろ入った。お前の喜びにござる。アナザー、オナミ千代座。オナミ妨害の幸せ。須田。おお、上司級の有能がね、ずら結構いっぱい来ましたね。このいわきは有能いわきだ。ありがたき幸せ。いやいや、さすがにね、さすがに工作時に置いても破壊2発くらいで耐久1の状況になると危ないっすよ。危ない。工作ぐるっと回って縄文殴ってくるかもしれないし、工作何かのきっかけに触れられるかもしれないし。片付けなし。まあ、破作はさすがにね、焼け石に水すぎるんで、いいや、このまま大関で。このまま大関で、じゃあ、正楼と工作陣がダメだったら、まあ、宇都宮を入れて、ありがたき幸せ。あ、そういえば稲城森君がいませんね、いつもの。まあ、あいつ忠誠低いからどっか飛び出てったんじゃないですか。何でもいいから入れとくか。できれば石落としがいいな。石落とし、岩神、これ侍大将の聖魔80だからね、もったいないですね。宮城、ありがたいの。田村は足が、あー、有能だな。太田は太田だし、こいつも何気に上司級68、72。68、72って言うとあれですけど、平均すれば70、70ですからね。強そうに感じる。まあ、乗り込み大学。ありがたき幸せ。伊達はこれ3方向。来るときは2方向か。こっちとこっち。石落とし、これ切り札となる正楼を忍び人将材木庫。まあ、こうかな。ここの正楼が結構大事。いや、こっちに移すか。そう、武士心得ね、まだないんですよ。ちょっと一回もう一回見直してみますけど、そろそろ増えててもおかしくない気がする。剣豪心得いいですね。剣豪心得ぐらいです。剣豪心得、主上奉行。
手はどうしようかなと。後継入れるほど名声ないかなとは思ってたんですけど、まあプラス3、まあちなみに何年、まあ割と役に立ってないこの学装よりはマシかもしれないですね。学装将兵、心得ましてござる。かそういえば会場交渉、まあそれなかなか出る機会ないですね。伊達なー、いやーこれさ役の辺まで行くのっていう。あー火災見直してみようか。まあ前は全然でしたけど、掌握がある程度済んでるから30%ぐらいなら入れていいかな。 30% ぐらい入れていいかな。ちなみに最上伊達はあれですよ、結局婚姻状態だから多分最上に攻めてもらうことはできないんで、さすがにここは戸様を見てみる。上類古種がね、場合によっては全然ありぐらいですかね。ああ、これ、あとこれぐらいはいいかも。ここだからマイナス5ぐらいであれば。災害回避の25で。ありがたき幸せ。まって感じかな。よし。さあこれで上杉がそろそろ、上杉停戦は7ヶ月、そう 25% あったらね、そう簡単にはって感じで。で武田がしぶといっすねこれ、まだこんな状況か。困った。上杉が最上になで込んでる。だってやってもいいかなと思ったんですけど、さすがにこの辺まではなーっていうので、ちょっとなー。上杉足利が同盟、武田上杉の同盟が延長。あー吉里くんが普通に進んでしまう投票。まあちょっと内政して馬が合わない、ダブル馬が合わない。かつまあ南部ではさすがにな、困った。まあ同盟するにはちょっと仲が悪い。小気味よいわ。従属させるにはそれは無理。最上が婚姻してるからで、滅ぼすには北が遠すぎる。そうですね、僕これちょっと上杉、足の森高君お使いいたします。そうですね、上杉あ伊達攻めて停戦しちゃうとかね。この辺りをね、やっつける分には全く問題ないんですよ。せめてやっつける分には問題ないんだけど、米沢17000、やるんだったら政宗が出る前に早めにやってしまった方がいいとは思う。どうしようかな。武田が意外に粘ってるし、米沢行くか。17000、まあその前に先にここで威風中ですね、氷西山あたりで大阪集まるはず。氷西山で威風中なり小高城なりで威風中やって、やるなら先に小高城かな。
あ、そうですね。フォローをちょっと強化しよう。承知いたした。とりあえずお高城に行って威風中出して、その後米沢で工場戦やって威風出す。それで多分まるっと結構取れるはず。よし。武芸指南。じゃあ行くか。多分威風中は余裕でしょう。氷にしてまで行ってもいいかなとは思ってるんですけどね。そもそも僕マルモに隣接してないで、マルモに隣接しないんで、やるんだ、結局氷にしてもイフになるね。氷にしてもイフになると、氷にしてもイフだとおそらく小高城とか相馬中村とか残っちゃうんじゃないかな。イフ中なんで。ああ、浄化方針、そういえば新しく増えたところの2打つ飯を作ろうとしてるし、米丼作ろうぜ。米丼どうぞお任せあれ。おお、鋳造所ありがたいっすね。黒川城、防衛兵力がすごい。元々内政がちゃんとできてたところなんで、いい感じですね。黒川、三春。玉縄。なんか武田もいつもよりむしろ粘ってるぐらいの粘り具合ですね。武芸士な、お、いいね。思いついたぜ。さっさと片付けてやる。あー、そういえば僕さっきの目手に入れたやつで人脈が、違う、そういう意味じゃない。人脈一人いるんで、これどっかに入れないと。どっかに。あー、でもできれば政治高い方がいいのか。政治が高げな。人脈。片付けない。ああ、そうですね。上杉が残り4ヶ月。残り4ヶ月か。ああ、そうそうそう、人脈統率ね。そうそう、もう毎回間違うんですけど。心得ました。人脈か統率ってなんか未だにピンとこねえな。まあ太田城にでも。田村。妖怪の喜びぞ。でも結局投用する時の判定、投用成功か失敗かの判定は、あ、でも援国だったら絶対投用できるのか。ちょい。そうそう、統率っていうのは魅力も含まれてるみたいな話で。確かに停戦切れちゃうね、これ。今残り3ヶ月。残り3ヶ月だったら待って上杉行ってもいいんですけど、上杉行くとしても、対上杉戦。これ8月の領地僕持ったままなんだ。対上杉また一発殴って停戦しとくか、それともどっか城を取りに行くか。まあ城を取っても相変わらず城主がいないんですけど、しよう。まあ新田金山。ああ、上杉攻めると武田がやばくなるね。確かに、より、新田金山ね。
新田金山。うん。ああ、本能寺がもう近いは近いは近いですけど、ああ違った。まあ武田やばくなるか、やばくなるとはいう話なんですけど、まあ武田やばくなってどっかでラス位置は早く取りたいなって気持ちもあるんですよ。なのでまあ上杉かな、やっぱり上杉かな。ちょっと伊達はあの牢城放置で、もう牢城せざるを得ないな。ちょっと待ってね、残り3ヶ月、一発いけるはいけるが、その後向上戦は難しい。いや、ちょっと伊達はの牢城放置で、で上杉やっちゃいましょう。お、早速だ。要案があります。持ち開墾。心得まして。君主取り込み。お聞きください。この辺そこまでアホじゃない、あのアホっぽい顔してますけど、そんなにアホじゃないですよこいつ。知略62。いや、まあ62はまあそこまでアホじゃないと思うんですけど。バーフになりうる側近岡本、微妙、なかなか微妙な感じでございます。ありがたく存じ。まあアホじゃないですよ。三国志で考えてみてください。三国志で知力62っつったら、そんなにバカじゃないでしょう。やったぜ。お、なんとここで有能娘、統率67、武勇78、政務70。先輩用心ですけど、ことちゃん。あー、宇都宮広津さんが死んじゃう。士官が来た。また新しい弾。使えてみるも良いか。いやー、来ましたね。即上手ですよ。即上手でございますよ。佐竹琴ちゃん、よし。相変わらず光源来ないんですけど、相変わらず光源来ないままなんですけど、誰かのことちゃんをね、誰かに嫁がせるか。まあちょっとどっかで有能な若手がいたら嫁いでもいいんちゃうかな。くの日44歳か、くの日44か。この間ぐらい直したで、今の真相だった宇都宮が確かどっかの上司やってたはずなんで、これだ。そのままことちゃんと入れ替えたいぐらいだな。また川越か、川越をことちゃんにしよう。感謝この上なし。ことちゃん、これ僕あの切り抜うまく切り抜けてないな。車は中性が赤い。まあどいつもこいつもばっかり言いやがって。攻めんとこに放り込んだろ。小田部、ありがたき幸せ。ちょっと若干切り替えて、よし。そう、リューピーの地元にコトちゃんが入る。よろしいですか。武田を滅ぼしますか、やっぱり。
新田金も落として香付け取って武田を滅ぼしましょう。この命ここで尽きるか。死んだ死んだ、頼りになる男だったのに。岡本、岡本、岩上、ありがたく存ぜ、岩上、いやー頼りになりましたね。さっきの何かやっちゃいましたかと、何かやっちゃいましたかと、この吉方の2人、なんか佐竹って吉重と息子とだけじゃないっすね。佐竹一族みんな使い道があったわ。じゃあ西田金山を攻めるわそう、あと吉久な。お、あら、そっち行っちゃうの。伊達と上杉同盟組んでるからか、これ。お、ボクサー現る。お使いいたします。精神誠意お使いします。よろしいですか。上杉攻めないとダメですね。いや、生物をね、いや、リューピーで僕、これ切り抜いたらすげえ武将、新武将として使いやすいだろうなと思いましたけど、さすがに生物はね、ちょっとね、使えないですね、配信では。これはなかなかだな。モガミはね、従属しないんですよ。モガミと伊達が婚姻状態にあるから、従属効かなくて。まあとりあえず上杉つきますわ。さすがに生物はね、さすがにちょっと生物は本人許可なく生物は良くないですよ。あっちで企画としてやる分にはね、ワンチャンあるんですけど。ケチはまだか。皆続きなさい。おお、ふん、城攻めですか。新田金山、これで U ターンしねえかな。でも CPU 結構こういう U ターン効かないんですよね。城攻めは良き策か。お、来た来た来た。あ、それが来るな。もっと来なよ。何動くべきか。城を取りに行く。リューピー剣とかいいですね。どうかご命令を。城攻めですか。心せねば。ご命令を。城攻めよ。いかに動くべきかでしょう。城を落としてこようぞ。もうちょっと集まってくれよ。1、2、3、4、5。え、5だけ？もっと来いよ。3、4、5、6、7、8 一応ここまで佐渡軍本願寺教にはこれで8。佐渡ここまで待つのか。まあでもしょうがないな。せっかく新田金山でいうふうやれば、8型と国見で取れる目があるから、まあしょうがないわ。いかに動くべきか。僕の方はまあ持つと思うんで、また雪の峠を越えてやってきますよ。
しよしよし、1、2、3、4、5、6、7、8。ちょっと米ヤバげなやつがいたら城の上で待機なんですけど、まあまあまあ大丈夫そうな。城攻めは良き策かと。50日分ぐらい、55日、あ、ぴったりぴったりだったわ。ちょっと50日のやつらをお市場に一回止めとく。おめでよ。わあ、早い早くもご報告言い出してるし、早速ことちゃんの出番。城攻めに行く、ついて参るのだ。いい声だな、好きな声やで。城を攻める。あれ、今頃追加くんの？もっと早く来いよ。さすがにね、12待てないな。おっとっとっとの古いところは撤収。今城を落としてこようぞ。1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、6、7、あと1部隊。今日の待ち。愚心いたす。ちょっと米赤いんですけど、まあ持つはず持つはず。あ、伊達が大関に引き抜きかけまくってる。いかに動くべきか。城を落としてこよう。大関をどうにかしたら、もういよいよと伊達を武田を滅ぼしに行く。古いところは。今、まあ今回必ずや制します。あれ、違う古いところは今。今回ね、どのあたりが落としどころか。ちょっとうわー、あ、違う、撃退したのか。えらい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 、ほんとえらい。我らの名が知れ渡ろうぜ。え、買って開いた。えらいえらい。我が武を示す時が来た。8、9、10なんで、まあ11、まあ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 、これでもう回戦ですね。ここで早掛け、真壁が早掛けで登っていこう。菅野屋不祥騎士団にこっちを任せる。上杉も武田も、武田も滅亡寸前じゃん。命令をくれ、領所へ向かうぞ。どうだろうな、まあ、本能寺も起きるしな。命令とあらば、動くべき時は今ぞ。さあ、こいつを食らっても生きていられるから。あ、下がったな、わかんねえな。わかんねえな。いかに動くべきか。下がるルーチン初めて見たわ。攻め立て。え、おめでよ。いざ行かん。我が軍力、今こそ披露してくれよ。あ、でも進み出した。我が優勢です。武の古いところは今。ご命令とあらば、要所を手に入れる。続け。矢を食らわせてやるぜ。あれ、こっち来ないこっち来ないよ。武の古いところは今。
そう、ことちゃんね、用心ですね。いかに動くべきか。そんな試される時ぞ。我こそはと思う者は続け。これにて勝つ。なんかわけわかんない動きをしましたね。まあ、ちょっとこれ取っちゃう。いやー、まあ、取っちゃう。撃退するぞ。あれ、サコンじゃん。我が先方に手を押し通る。サコン、上杉軍に、上杉の島サコン。そうなの。なんか流れたのかな。頼みで確かめよ。さあ、こいつを食らっても生きていられるか。我が武略を持って万全の敵を打ち払わん。立ちふさがる者らよ。だけ散れい。あ、人脈でピックアップしたんですかね。敵を打ち砕いたぞ。敵を蹴散らさん。進軍をはじめ。皆の者、我らの力を今こそ見せる時ぞ。そう、武田に、いや、まあ、武田にいた時期あるのは無双とか、そこら辺の話ですけど、いや、実際そういう自称もしてましたけど、ゲーム的にはさすがに武田上杉にいたことはないんで、いや、武田にいたことないんで、我が武略を持って万全の敵を打ち払わん。我が策の前に敵はついよ。さあ、ここで両地で終了ですね。よしよし。よし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 。これで光月から。敵将、絡め取った。よし、噂に忠誠パンパンの二重。考えた方ですね。いや、意外にこっちに国峰に行かなかったっすね。風が国峰訪問には全然行かなかった。まあ国峰はもう落とすしかないっすね。もったいないんですけど、解説してるのがもったいないんですけど。ああ、ちょうど徳川が再び武田に、まあ上杉がね、あっち行ったりうちと戦ったり、上杉はだいぶ落ち目になったんで。あ、本当だ、伊達が光ってる。マジか。あ、多分これ飯野平に来ますね。じゃあとりあえず光月を落として武田を滅ぼす。光月を滅ぼして武田を滅ぼすで、伊達はとりあえず砂漠、そうですね、しかも最後に見とこう。2人、あ、御子神天禅だ。早掛け。お使いしよう。まあまあまあ、伊達はとりあえずせっかく籠城設定してるんで、まあ籠城で撃退するつもりで。で、そうですね、とりあえず武田滅ぼして、武田滅ぼした頃には多分本能寺になるでしょうね。その時あたりでラスボスどうするか決めましょうか。そんな感じじゃ、まあ徳川もありですかね。源氏といえば徳川、自称源氏ですけど。それじゃあ、そんなわけで皆さん長らくのご視聴ありがとうございました。佐竹編、今回はまあ順調は順調なんですけど、相変わらず吸収できないままで、人で吸収できないままで、光源がなくて人手が全然困ってる感じですね、ずっと。それじゃあ、この後はいつものルームファクトリーにはしごしますんで、はしごされ方も引き続きよろしくお願いします。で、一旦放送閉じます。皆さんお疲れ様でした。